冒険活劇とですね鈴木敏夫さんに事前に言ってたんですけど確かに冒険活劇ですよねっていうですね <laughs> こんな感じなんですよ確かにそうですよねなんですよ今日はですね、えー、もうまるまる全部、えー、無料からプレミアムまで全て、えー、君たちはどう生きるかになりますはい えー、無料はです、ね、ネタバレなしですね。ネタバレなしで,です、ねえーまああの、事前情報ゼロで見た方がいいかどうかあとなぜ評価が分かれるのかこれねめちゃくちゃ今評価分かれてるんですよね映画 .com で、まあ、あの評価5が30%評価1が30%というぐらいすごい分かれてます。 で、えー、次ですね、えー。高畑勲から庵野秀明へ鞍替えしたよね、早尾君っていう話とかですね。あと、新宮崎駿の第一作だよねっていう話。まあ、魔法の粉がちょっと消えていくよなという話が無料になります。で、限定はですね、もうネタバレありです。えー、あらすじ話さないともうどうしようもないので、あらすじ話しちゃいます。で、時系列順の年表を作るとですね。多分、あのー。 えー、すっと見ただけではね、わからないのがですね、この時系列の年表を作るとわかりやすくなります。キリコの傷とは何か。王子の正体ですね。君たちはどう生きるか。 まあ、この,あの題名だけ言ってもです、ね、あのピンとこないと思うのでここら辺ネタバレにならないと思いますでプレミアムで、まあ、野暮な解説というのをです、ねえー、やってみようかと思います。13個の積み木の謎現代アーティスト村上隆のです、ね、解釈3人の母親と3人の父親の話高畑勲との決別作品であってトト,、ね、ト,トトロとのですね「とあいのトトロ」との決別作品でもあるという話をですね ま、えー、まあ、まあ、ざっとしていこうと思います、えー、なのでですね一切のネタバレ一切の事前情報はもう絶対何が何でも嫌だという人はですね、えー、ここまでにしておいてください、えー、ではではいきましょうかえっ、ー、とね君たちはどういけるか見てきたんですけどもですねまああの初日の初回ですね、えー、満席でしたで 僕あのびっくりしたのはですねあの見に行かない絶対見に行かないという人が多かったんですけども、えー、多かったとか割といたんですけどその人たちはなぜかというとですねタイトルが「君たちはどう生きるか」というです、ね、タイトルだから説教を食らうと思ったんですけどもそんなはずないじゃないですか。あの早おはねあのインタビューでは説教するんですけど映画で説教したのって。 ラピュタとトトロまでじゃないですか。あの辺までがやや積極臭い映画であってですね。それ以降。 まあポニョンに説教なんてかけらもないし、クレナイの豚にもないし <laughs>、まあハウルにもないですね。だから宮崎駿の映画イコール説教臭いっていうのはな,なんかね多分あのみんな間違えて捉えてるだけだと思うんですけど、千と千尋説教いや千と千尋も説教ないね <laughs> で。でえー、っとですね、映画 .com の評価はさっきも話したようにですね、まあ。 すごくいいという人ともう全然ダメという人に綺麗にばらけて3.3で,、ね、です。で、3. 3でこれね、えー、採点したのが450人以上なんですけどもですね6割以上の人が4をつけたんですけども4割近くが3.9以下という数字になりました。宮崎アニメで,はですねありえない数字ですね。 本当にびっくりです。えーね、3.83.9まあ今回の映画内容的に4.0はきついだろうなと思ったんですけども4.2とかきついだろうなと思ったんですけども3.3、えー、は本当にありえない低評価ですね。で案外多くのですね映画見た人がこれはつまらんとかですねあのダメだっていうふうに割とね断じてるというかね切ってるんですよ。で今回の配信ではですねそういうなぜ低評価になったのかというのを分析しようと思います。えーで僕自身は あの、絶対に見た方がいいと思います。絶対に見た方がいいんですけども、採点するんだとしたらですね。ギリ90点もうね。88か9かなと思いながらギリ90点ですね。なんでかって言うとですね。 見た方が絶対いいんですけども、僕が好きな映画じゃないんですよ。僕が好きなタイプじゃないんですよ。僕が好きなのはその機動戦士ガンダムの最初のテレビ版みたいにですね。子供向けのエンタメなんだけども、ここまでやるっていうです、ね。その制限の中で頑張っている。 職人人さんん大人の姿なんです、ね、なんかこう素材とかそういうふうなものをふんだんに贅沢にした料理ではなくてラーメン屋で1杯800円とかですねハンバーグ屋で,です、ね、1人前1,200円の枠の中で頑張って仕事してる姿っていうのを、僕は美しさを感じるのでですねなんかあのそういう意味では僕の好きなタイプの映画ではないつまりエンタメと中身を両立させようとしている 宮崎映画じゃないんですよね。なので、えー、僕としてはですねそれでも絶対に見た方がいいと思うのでギリ90点ですで。知らずに見た方がいいのか事前情報なしで見た方がいいのかに関してはですねまああの,この無料を全部ネタバレなしにしてるのでお分かりの通りですね できるだけ何も知らずに見た方がいいと思いますなのであのこの無料ではです、ね、そういうネタバレなしで語ろうと思いますえっ、ー、とねまあ言っちゃえばジブリ初の読、ね、読めるるる作作品品なななんんででですすよ。なんかこう見るではなくて、み取る作品なんですねで。ジブリとしてはねこれ初じゃないのかなこれまでもです、ね「思い出のマーニー」とか「アリエッティ」とかですね 読める作品あるんですけどそれでも表面上の構造としては子供でも分かるようなエンタメにです、ね、仕上げてきてるんですねだからところが今回はですね分かりやすいテーマがないんですよ。で宣伝もしてくれない、い、あのー、評判の悪いです、ね、鈴木敏夫さんの生きろとかですね生きねばみたいなですねテーマ一言にした言葉「かぐや姫の罪と罰」みたいなそれもないのですねガイドラインゼロなんですよね。でガイイドラインゼロってね。 全映画監督がやりたいことなんですよ、実は。多分全作家全漫画家全んだろうな小説家がやりたいことなんじゃないのかなあの僕自身も「王立宇宙軍お悩みその翼」でやりたかったですもん。あの時本当にできるだけ情報を出さないでこのタイトルだけでやってくれというふうにあのお願いしてもしくはイメージイラストをせめて1枚だけで言ったんですけども絶対ダメだと言われたんですね。 ねっていうのはお悩みさのすオーリゾン宇宙軍っていうのは全くの異世界で全くの馴染みのない主人公、それもこれまでのアニメの受けキャラでないのを出したのでですね、できればストーリーも事前情報を何も知らないまま見てほしいんですよ。えしかしですね当時のその東宝とは宣伝部っていうのはナウシカ路線。 やるんですね、タイトルも「なんとかのなんとかでないとダメだ」っていうです、ねえー「風の谷のナウシカ」みたいに「のが入ってないとダメだと」とであのナウシカみたいにですね「少女が奇跡を起こす話じゃないとダメだ」と「ナウシカ」は少女が奇跡を起こす話じゃないんですけども, <laughs> もうこれも,あのもう引っ張られてんですねだから愛を信じる少女リー君のテレパシーで奇跡が起きるみたいな感じで宣伝されたしです、ね、それでも必死で止めたんだけどそれをふうに返事され宣伝されたんですけども。 まあ、これはまあ僕らが腕がないというかです、ね、信頼がないからですねでジブリなら宮崎駿ならギリギリこの手使えるんですよ。全く事前情報なしで宮崎駿の新作だというだけで。 客は、はかなり見てくれるはずだっていうのはけ、ね、けるわけですよ。だから現に客あの今映画館パンパンに客入ってますけどもですねまあ宮崎駿ならギリギリ可能なんですねでこのクリエーターなら誰でも憧れるですねまっさら事前情報ゼロの状態で見てほしいっていうのでまあまあ公開したわけですね。でこれはもう はっきり言っちゃえば、クリエイターのエゴなんですよ。あの、これまでですね。まあ、エンターテインメントにテスト作品作ってきて、もののけ姫でもですね。タイトル勝手に変えられたのも、渋々納得した。宮崎、宮崎、早上のですね。まあ、ご褒美みたいなもんだというふうに考えればいいんじゃないかなと思います。なので、あの事前情報ね、ちょっとあった方が本当はいいんでしょうけども、せっかくこんなゼロっていう機会、珍しいんだから、できるだけ皆さんゼロで行ってみてください。ただ。 と言いながらですね、皆さんですね、その、時間もお金も余裕あるわけじゃないですよね。あの、つまり、こんなに事前情報ないのに、どんな素晴らしい映画でも自分の好みかどうかわかんないですよね。で、おまけに僕が、うんー、100%エンタメというわけではない <laughs> って言ってんだから、ちょっとビビる気持ちがわか,かるんですよ。で でおまけにです、ね、みんな見てくださいと言いながら僕も全員にお勧めできる映画ではないんですよあの。少なくとも子供を連れて行く映画じゃないですあの家族みんなで楽しめる映画じゃないですそれはもう「クレヨンしんちゃん待ってください」ですよあとね「カリオストロ」とか、ね「ナウシカ」とか「ラピュタ」とか「クレナイの歌っていうです、ね、初期の宮崎作品あれをです、ね、求めている人にもです、ね、ちょっとなんじゃこりゃな映画になると思うんです。 冒険活劇とですね、鈴木敏夫さんに事前に言ってたんですけども確かに冒険活劇ですよねっていうですね <laughs> こんな感じなんですよ。でまあなので純粋にですね楽しめるエンタメだけを求める人には。 正直言っって、てちょとと向いてないいなは思いますこれ、ねで。ある程度難しい映画というふうに覚悟を決めたらじゃあ見に行けるのかと,、えーとね、予備知識ゼロで僕は見てほしいと僕は思うんですけども正直しんどい人が半分ぐらいいると思います。 でなので今日の無料はです、ね、そういう人のためのです、ね、最低限のガイドラインを出します。えーまあまあ、あのいや私はそういうガイドラインいりませんまっさらな状態を見たいという人はです、ね、ここまでで終わってくださいここからはガイドラインを出します。